リアル星華ちゃんがゲストを招いて対談。今回は姫路市大塩でドッグトレーナーをされている長谷川ひかるさんの前編です。たくさんの人に犬の教育っていうものが広がってほしい。人と犬とのボーダーレスな社会を目指すドッグトレーナー、魅力に迫ります。こんにちは、始まりましたリアル対談の時間です。本日は姫路市大塩でドッグトレーナーをされている長谷川ひかるさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。本日はご覧の内容でお届けします。では長谷川さん、早速自己紹介をお願いします。はい、先ほどご紹介いただきました、ドッグトレーナーをしております長谷川です。はい、普段は家庭犬のしつけ、をメインにやっているんですけども、いろんなドッグスポーツをお伝えする仕事をさせていただいております。なんでその犬に注目したんですか？はい、やっぱりそうですね、子供の頃にやっぱりから犬がすごい好きで、うん、でずっと一番最初に飼った犬がいわゆる保健所から、うん、動物センターから譲渡でいただいてきた雑種の子だったんですけど、うん、以前働いていたそのトラックの修理の会社に猫が住み着いていて、でその猫が出産をしたんですね。でその中の1匹は会社の人が連れて帰ってくれたんですけど、うん、残り4匹誰も引き取り手がなくって、うん、自分で何かできることはないかなと思って猫をみんな引き取って帰ったんですね。僕らはその時知識も力もなかったので、うん、近所のペットショップに相談に行ったんですね。はい、川の向こう側に保健所っていうところがあるよって教えられて、はい、保健所で猫ちゃんたちが、まあ、お別れする、うん、その日まで僕たちは責任を持って面倒を見るから、うん、だから君たちは何も後悔しなくていいからねって言われて、はい、で僕らは何も、うん、すごいできることがなくて、でそこで猫を引き渡したんですね。はい、もうそれがすごいなんか悔しくて、うん、2年間学校に通って犬のトレーナーになるっていうことになりました。同じような考えを持った人たちいると思うんですけど、はい、そういう人たちとどんなことをしていきたいか、はい、改めて教えてください。今週に1回から2回犬と一緒に姫路の、ま、駅前を中心にゴミ拾いを、はい、やってますね。はい、実はしてまして、はい、そうなんです。でそのゴミ拾いをすることによって、ゴミ拾ってる犬ってすごいおとなしく歩いてるよね、おしっことかのマナーもちゃんとできてて、商店街歩いててもそういう、ね、排泄をするとかも全然なくて、なんだったらその犬連れてる人がゴミを拾ってくれて街をきれいにしてくれてるっていうところを皆さんに見てもらって、社会の理解っていうのを少しずつ得ていくっていうところをコツコツと、まあ、今続けているっていうのがまず一つです。ボランティアで、子供たちと一緒にちょっとしたレクリエーションをする中で、うん、はい、まあ、子供たちに犬と触れ合うその楽しさだったりだとか、接する時のマナーだったりだとか、その遊びを通して知ってもらって、未来の子供たち、未来の世代の子たちがもっと犬と楽しく暮らしたいって思ってもらえるように、そう、未来に種まきっていうんですかね。はい、子供たちの反応どうでした？子供たちの反応は極めて良かったですね。はい、あ、なるほど、はい、どんな感じでしたか？もうキャーみたいな、キャーみたいな、はい、やっぱり犬が来るとパッとね、セラピーとかって言うじゃないですか。そうですね、はい、ワンちゃんの魅力って何ですか？はい、育てたように育ってくれるんですね。きちんと手をかけて、はい、愛情をかけてやってあげると、うん、かけた熱量に対して必ずバックをくれるっていうのがすごい彼らの魅力だと思っていて、じゃあ一緒にスポーツしようよって言った時に一緒にやってくれるし、犬はね、嫌って言わないんですよね。出かける時に一緒に、喋らないですもん。そうなんですよ。で、うん、散歩行こうって言ったら喜んでついてきてくれるんで、ね、そうなんですよ、ね、はい、ワンちゃん飼われてますもんね。そうですね、ゴールデンレトリバーのリアンっていう、はい、12歳の女の子のワンちゃん、はい、かわいい。 ありがとうございますそう、ボーダーコリーのリョーマっていう、まあ、犬が 7歳かな、7歳の、はい、その子たちと一緒にお出かけしたりだとか、うん、まあ、リアンの場合は先ほどちょっとね話の中で出てきた、うん、保育園の訪問行ったりだとか、うん、テレビのコマーシャルに出させていただいたりだとか、リョーマに関してはもともと競技をしっかりやりたい子だったので、うん、
幼い頃から競技の練習をやって、まあ、今年一つの目標で今あの水面下で動いてるんですけど、アメリカの、まあ、フライボールっていう競技の世界最大のレースに、日本チームであの行くっていうのを今目標に頑張ってます。すごい。今の一番の課題って何なんですか？ペット先進国って言われる国って、まあ、ヨーロッパに多くあるんですけど、そこの国々っていうのは犬となんか本当の意味で自由に暮らしているっていうような街の中で、リードの着用義務がない国があったりだとか、そうですね、ノーリードで大丈夫だっていうところ、はい、一緒に暮らしている家族が普通に歩いてるっていうイメージ、うん、飼い主さんと一緒に歩いてるっていうイメージのノーリードって、うん、そこにはすごい教育がしっかりされていて、はい、あの教育がしっかりされているからこそノーリードもあの許されてますし、電車とかバスに乗るときもリードさえ逆につけていれば電車とかバスにそのまま乗れるっていう、そうなんですか、すごいですね、はい、国があるんですよね、ドイツとか、はい、そういう国のように日本もなっていきたいし、そうしていくまでの道を作るのが僕らの役割だと思っていて、たくさんの人にあの犬の教育っていうものが広がってほしいっていうふうに今思っています。ボーダーレスな社会っていうフレーズがありますよ ね、 すね、はい、ボーダーレスな社会っていうのはもうまさに先ほど言ったようにあの人間と犬っていうののカテゴリー分けが結構日本は大きくって、例えばヨーロッパ、先ほどお話した国なんかで言うと犬にも税金がかかるんですね、うん、まあ、僕にもかかっているように市民税みたいなのがかかるように、犬にも市民税がかかってくると、でその代わり税金払ってるから人間と同じようなその生活水準っていうのが実現している、まあ、先ほど言ったようなバスとか電車も乗れるし、はい、病気に なりましたってなっても、何かの事情で飼い主さんがその子と一緒に暮らせなくなったよってなっても生涯面倒を見てくれるっていうようなシステムがその税金であの運営されてたりとかするんですね。まあ、日本の場合にってなってくると基本的に行政でやってるそういう施設っていうのはどちらかというとちょっと命とのお別れっていうところをするイメージ、ボランティアで保護をされてる施設っていうのはあるんですけど、税金でそういうところっていうのはちょっと今のところ僕は思いつかなくって、現状をなんとか変えていきたいとは思ってます。ワンちゃんの、まあ、トレーニングっていうのは本当に楽しいですし、こちらが愛情を注いで時間をかけて、育てたワンちゃんっていうのは必ずそれに応えてくれる生き物で、まず本当に育てさせてもらうっていう、まあ、逆に僕らがいろいろ受け取ること、犬から受け取ることもたくさんありますし、その子たちと一緒にあの街の中でご飯を食べたりだとか、ね、テラスじゃなくてエアコンの効いたお店の中でご飯を食べたりだとか、またあのいつかは電車とかバス一緒に乗れるようになったり、デパートで一緒にお買い物をしたりできるような社会が実現するためには、本当一人一人の、 あの教育観っていうか、ワンちゃんのトレーニングっていうのがすごく大事になってくるので、この動画を見てくださってる方であのワンちゃんをね飼われている方はぜひ、わからないことがあればドッグローバーでもいいですし、またはお近くの、しつけ方教室に相談していただいて、犬との生活より良いものにしていただければななんて思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくフラワーですね、はい、よろしくフラワーです。皆さんご視聴ありがとうフラワー。後編はこちらで見ることができます。長谷川ひかるさんのチャンネルです。皆さんぜひ遊びに行ってみてね。よろしくフラワー。